皆さんこんにちは、千葉の斉藤です。今日はコメントにも書きましたように、かき集めた拳の葉っぱを燃やす作業をしています。ちょっとね、雨だとなかなか進まないので、だいたい4分の1ぐらいになってきたでしょうか。何しろ生の葉っぱであるということと、ずっと雨が降っていて、べしゃべしゃに濡れているので、そう簡単に火がつかないので、これ昔使ってたバーベキュースタンドなんですけれども、そのスタンドの上に普通に、焚き火をするように火をつけまして、その上に、生の葉っぱを乗せて乾燥させながら着火していくという格好でやっています。これ見ていただくと分かるように、ちょっとバルコニーの方にも煙がたまに行ってしまいますけれども、ご容赦ください。でなかなか火が燃えないので、私得意のですね、ブロワーを使って炎を早く着火させるという手段に出ています。これだけ煙が出ますので、消防署にも届出をいたしましたし、そして、管理事務所の方にも、届出をして、今日はすいませんけど火もしますということで伝えてあります。そうしとかないとね、とてもじゃないけど、どっかから通報されてしまって慌てて消防車が来ちゃうなんてことになるといけないので。でこの下にですね、実はちょっと見えてるんですけど、鉄筋で組んでもらったロストルといって、バーベキューの時下に空気が入るように少しこう台座を上げる感じの鉄筋ですね、それが組んでありまして、そこから下に空気を入れることで、ものすごくよく炎がつくようになります。先ほどね、白い煙がいっぱい出てましたけど、だんだん白い煙はなくなってきて、こんな感じでちゃんと炎が出るようになってきます。これがないとね、ちょっととてもじゃないけど、これだけの量の、生の葉っぱを持つのはどれぐらいかかっちゃうのかっていう量だったんですが、これだけあればですね、ロストルの下からブロワーで風を送ると、これができれば、そんなに時間かからないで終了できるかと思います。何しろ今日ちょっと頑張ってやってみたいと思います。